ゆてん TV をご覧皆さん、どうも。2021年をハピネスで締めくくる男、ゆてんでございますっていよいよ2021年最後の日っていうことで、すでに紅白歌合戦だったり、除夜の鐘やカウントダウンを早くも全裸待機しちゃってるてめえたちも多いんじゃねっていう話なんだけど、今年3月に日本に帰ってくるまでほとんど海外にいて、日本での年越しの過ごし方をもはや忘れてしまっているU20としては、そんなまったりとテレビを見てる場合じゃないよねっていう話だから、この動画が上げられる頃には、ここではないどこかに現実逃避してる可能性が高いよねっていう話だね。そして、この2021年は俺にとって、チャンネル登録者数や視聴回数も爆増して、YouTube だけでもおまんまが食えるようになって、YouTuber として大躍進した1年だったよねっていう話だから、改めて今このU20TV を見てくれてるてめえたちに、感謝の気持ちを伝えるとともに、改めて今一度、紅白歌合戦の白組代表として、誰よりも美しくそして大きな声でお願いしたいことが、今すぐにこのU20TVのチャンネルを登録してくれと。そうすることによって、2022年は、さらに進化したU20をてめえたちでお見せできるよねっていう話だし、人間誰しも生まれた時から、全員がハピネスになる権利を持って生まれてきてるんだよね。だからこそ、目の前にワンクリックで救える命があるっていうことで、今すぐにチャンネル登録をして、新しいスタートラインにみんなで立とうじゃないかっていう話だよね。では今回ね、この辺でデビューを通して、まあ、てめえたちにね、伝えたいのが、またしてもね、大炎上を巻き起こしてしまったせいで、メンタルが折れてしまったのか、以前よりも明らかに動画の投稿頻度が減って、インスタには普通の暮らしがしたいとか、わけのわかんないメンヘラ投稿を続けている、ジボ製造夫婦こと七色チャンネルなんだけど、ここに来て、その沈黙を破るかのように昨晩動画が更新されて、またも上京したクソすぎる内容になっているということでね、動画を出すたびにそのあまりの非常識っぷりと頭の悪さを見せつけてくれる、そんな七色チャンネルに関しては、このU20が完全に未来への扉を閉ざしてやるよねっていう話だからね。まあ、このU20 TV 撮ってるよねっていう話やね。今までの七色チャンネルを取り上げた動画に関しては、2021年までに振り込みを済ませなきゃいけない用事があって、銀行に行こうとしたんだけど、目を覚ますとなんと驚くことに、銀行が閉まる15分前の2時45分で、どうしてもあと15分間に合わせなきゃいけないっていうことで、まるでウサイン・ボルトすらも抜かせるんじゃないかぐらいの勢いで、全力疾走していったわけなんだけど、息を切らしながらその銀行に着いた時には、そこにいた警備員がまるで俺を嘲笑うかのように、ゆっくりとシャッターを下ろしちゃってたんだよね。そして泣きながら土下座をして、どうにかシャッターを開けてもらうよう懇願したんだけど、それでもその警備員は首を横に振るのみで、一切こっちの要望には耳を傾けようとしないもんだから、だったらせめて再生リストに動画を追加して、2021年の職務を全うしてくれと。そうやって涙で濡れたスマホを押し付けて、その警備員は不機嫌になりながらも捜査を始めて、仕事を終えた銀行員たちが、まるでギネスにも乗れるんじゃないかっていうぐらいの、白い目で見つめてきては帰っていく中、約1時間半をかけて完成した、七色チャンネルっていう再生リストがあるよねっていう話だから、この機会にぜひてめえたちは、その警備員よりもはるかに人間のクズっぷりが伺える、その再生リストの動画も改めて見てもらいたいよねっていう話だよね。ちなみに後で気づいたんだけど、銀行に全力疾走で行ったはいいものの、キャッシュカードを忘れて、仮に間に合ったとしても、その日の振り込みはできなかったよねっていう話なんだけど、七色チャンネルは、先日のこれこれ生放送や、このU20も取り上げたことによって、炎上が止まらなくなって、同時に視聴者たちからの通報も止まらなくなって、今までよりも動画を撮りづらい状況にあるのか、以前よりも目に見えて動画の投稿頻度が減ってて、しかもしれっとやらせ乗り攻撃の設定変更をしても、それすら取り上げられて、秒で嘘がめくれちゃうもんだから、ついにはインスタの投稿で、メンブレを起こしてるような投稿まで始めて、視聴者からの同情を買おうと必死になっちゃってたんだよね。それを取り上げた俺の動画を本人たちが見たのかどうかはわかんないけど、明らかにそれを意識したような、皆様最後までありがとうございました。年末に起きた出来事で自信をなくしてしまいましたと、そんなタイトルの動画を出して、またしてもモラルもマナーも古無視して、さらにはペド向けのシーンまでがっつり盛り込んでる、クソの極みみたいな動画になっちゃってんだよね。まず前半のシーンで、先日の動画で親戚から帰ってきたっていう設定の、プー君っていう犬と、お台場ビーナスポートのドッグランにいるシーンなんだけど、そこにどういうわけか、ルール上持ち込み禁止のはずの、動く犬のぬいぐるみを持ち込んでて、そしてさらに、ドッグランで子供を走り回らせるっていう、子供にとってももちろんだし、犬にとっても危なかったりストレスになりそうな様子をカメラに収めちゃってるよねっていう話なんだけど、こういう動画をてめえが撮って YouTube に載せることで、当たり前にそのドッグランにも迷惑
がかかるんだから、さすがにそこは考えろよっていう話だよね。そして、その次に娘のなあちゃんが、ファミレスみたいなところでお子様ランチを食べてる姿が映されてるわけなんだけど、どういうわけか子供用の椅子も用意されてなくて、子供にとってはテーブルの位置が高いせいで、めちゃくちゃ食べづらそうだし、さらにどういうわけか大人用のフォークを使って食べちゃってるよねっていう話だし、極めつけは、そのお子様ランチにあるチキンナゲットをケチャップをつけて食べようとするシーンがあるんだけど、どういうわけかチキン本体を食べずに、つけたケチャップを繰り返し舐めるシーンをカットすることもなく晒しちゃってんだよね。いや、てめえそのシーンカットしないこと自体明らかに悪意あんじゃねえのっていう話だし、そもそも子供と一緒にファミレスに来て、子供用の椅子も用意してもらわず、フォークも大人用のを使わせるとか、マジてめえ子供育てる気あんのかっていう話だし、それで問題ないって本気で思ってんだったら、ガチで頭湧いてくからっていう話だよね。そしてさらに、最後の方のシーンで、福島にあるスパリゾートハワイアンズが出てきて、そのジポ製造おじさんの母親が福島に住んでるっていうことで、年末過ごすために来たみたいなことを言っちゃってんだけど、当初の設定ではおじさんの親戚って全員東京住まいみたいなこと言ってたんじゃねえのっていう話だし、先日の動画でも以前はおじさんは一人っ子っていうことになってたにもかかわらず、なぜか妹がいる設定になってたりと、あまりにも見えすぎたわけのわかんない設定変更が多すぎるよねっていう話だから、設定変更をするならするでちゃんとつじつまを合わせるなり、もうちょっとうまいことやれよっていう話だし、結局爪が甘くてすぐバレるんだから、今後てめえたちがどれだけ必死にやらせの離婚劇を続けようが、ただ視聴者に笑われるだけだし無駄な抵抗だからっていう話だよね。まあそんな感じでね、まさかの年末最後の最後にまたしても無断撮影かつモラルやマナーも古虫で、さらにペド要素まで盛り込んでくるクソすぎる動画を出してしまった七色チャンネルなんだけど、今後もこの U20 は本人たちに対する追求をやめることはないよねっていう話だし、そんな七色チャンネル以上にこの U20 は色鮮やかに輝いて、いつもこの U20TV を見てくれてるてめえたちにハピネスをお届けしてやるよねっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価を押して、年越しそばの汁をこぼして汚れた服は今すぐに脱ぎ捨てて、次の動画また全然だけしまったと思います。それでまたネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you。 でも書いてる状況 on the my wayHold on, hold on, 矛盾と書いて歓迎だの醸し出す by cock の flavor なんでだろう。夢の超特急で解くはまで超高地獄への逃亡脳みそ見るとじゃんもう僕の Have you fan? イチャラソウプッシー開いてビッグバンキムチ群がる黄金の国ジパン無駄な挑戦フルボッコで無言のダウン恵まれない坊ちゃんがチャリティーコンガン文句だけはゴリパテもタリキホングン震災の影響で全国会再シャツラお前の顔よりはみたいやのこのファイナップラバケ放題どこも変だよ日本じゃ正義ずらしたハゲなら Fuck the bullshit 操作されたラッパーこぞってまとまったせーので消えろゲームパスタトミーボン気づかずに失って何もかも奪われて祈りも届かない Let's go in on We found the number one こんな時代に生まれたって嘆くよりも明日へ痛みと希望も抱いて少しでも変えて状況 on the my way